土のバー研究室土でございます。とんでもない田舎でバーを経営したり、 YouTube チャンネル土のバー研究室の運営をしております。今日は皆様にご報告があります。土のバー研究室の特徴として、他のお酒系 YouTuber さんではなかなか見られない特徴が一つあると思うんですが、それがカメラマンとのやり取りです。ですが、しばらくの間僕一人でやることになりそうです。今日初めて見る方にとっては何のこっちゃわからないかと思いますが、これは今まで見てくださっているファンの皆様への、動画となります。ご報告です。カメラマンの岩ちゃんが膝を怪我し、昨日手術が無事成功しました。ですがやはり膝というものは結構もう地面に足をついちゃいけないだとか、そういうことがあるので1ヶ月半ぐらいは動けないそうです。まあ彼は結構頑張っちゃうタイプなので、まあ、ちょっと落ち着いたらもう撮影の時は迎えに来てくれたら行きますよなんて、言葉をくれてはいるんですけれどもね、撮影を頑張った結果膝がまた悪くなってしまった、悪化しちゃうとかっていうのも僕も心配ですし、一生ものになってしまうので、しばらくはもしかしたら一人の撮影が多いと思います。なのでですよ、どうしようどうしようかと思ってるわけですよ。今までですね、企画とかそういうものをいっぱい考えては来ているんです。それのノートとかもあるんですよ。でこういうことをやろうかなっていう、そういうなんて言うんでしょう、企画書じゃないですけど、そういうものもねあったりするんですが、全部2人ありきのものしか僕作ってきたことがないので、1人でこうやって撮影をするとか1人用の、企画をするっていうのはマジで慣れてないので、まっさらゼロスタートみたいになってます今めちゃくちゃですね、悩みに悩んでおります。でですね、岩ちゃんとの取りだめもあったんですが残り1本となりました。はい、なので明日2020年11月12日の動画は岩ちゃんとの動画になりますが、それ以降は完全に多分一人になると思います。困っているのは日曜日の至高のカクテルでございます。あれは二人ありきなんで、これ一人でやるにはどうしたらいいかなみたいな、そんなところもあったりして、ちょっとね困ってますね。どうすっかなって、新しい企画も考えなくちゃななんてところもありますし、僕がこうやって一人でお話しして何か皆さんに価値のあるものを提供するっていうことになってくると、あとまあなんだろう、お酒を飲む方が多いでしょうから、お酒飲みながらははって笑えるようなものってなんだろうって考えると結構難しい。はい、他のお酒系 YouTuber さんのように、一人でお話をしてってやるっていう企画はなんとなく思いつくんですが、それだとツッチーのバー研究室っぽくもないなというところで結構悩んでおります。みたいなかといってね、もう今からゲストって言ってもね、まあ準備不足ですね。これは僕らの準備不足なのでしょうがないんですが、今からゲストって考えてもね、また来週再来週になっちゃうんで、遅れちゃうんですよ。まあ難しいのは今週なんですよね。で今週さえ乗り越えてしまえばまあなんとかなるかなという感じなんですが、例えばお酒のテイスティングに関してもそうなんですけども、僕たちのこのやり取りが良かったとか、僕はちょっと甘いウイスキーがね、甘い系のウイスキーが得意で、岩ちゃんはもう完全にラフロイグのような、そういう言うなれば臭い系ウイスキーが得意で、で、まあ、僕は何でも飲める人、岩ちゃんはそういうこだわりがある人っていうところで、なんかこう1本、ウイスキーがあった場合どのようなこの感想になるのかみたいな、その違いが、ね、出てきて面白いなんてこともあったから、酒のレビューも違うしなみたいな、かといってちょっと笑い系やるにしてもね、岩ちゃんが小ボケじゃないですか岩ちゃん小ボケ、僕ちょっと突っ込みながら多少たまにボケるみたいな、なんかそのやり取りもないし、僕が一人でまず何ができるのかなってところを、まあここ2日間ぐらいずっと悩んでいます。ね、なんですが、まあちょっと真面目なところの路線に行くのか、まあこのね約1週間2週間、下手したら1ヶ月間僕がわちゃわちゃしますので、わちゃわちゃする様子をですね、ぜひ皆さんで
楽しんでご覧いただければななんて思っております。というわけでね、一人でやる時期がちょっと長くなるかな、まあ、ちょっと特別なツッチーのバー研究室の新しいちょっと一面みたいなのもあえて挑戦として見せられたらいいなと思っていますので、ぜひ皆様楽しみにしていただければと思います。まあでも岩ちゃん頑張っちゃうタイプなんでね、まあ、すぐ戻ってきちゃう気もしなくもないんですけど、まあ安静に、彼のね、膝がねしっかり治ることを祈りながら、僕はこのチャンネルとかこのお店とか、そういうものをしっかりね守って、いきたいなと思っております。ぜひね、一人でやってると寂しいんですよ。全くもってここにね、毎回誰かがいてリアクションがあって、でこう喋ってて、あ、笑ってくれたなとか、あ、これいいんだとか、これは微妙だったなとか、そういうところがあったりとかしたんですけど、今ないんで寂しいなのでぜひコメント欄で、僕をね盛り上げてくださればと思います。はい、というわけでね、ご報告まででございました。まあせっかく一人なんで二人でいる時よりもパワーを出してねちょっと頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけでじゃあ今日は短いですがこの辺で、またね、よろしくお願いします。はい、おまけ一人で撮るってのもなんかあれだな切ないねあれですよ、まあ岩ちゃんね結構ツイッターでつぶやいてやってるんで、ぜひファン今まで見てくださった方々は、ツイッターとかでねちょっとコメントで励ましてあげてください、はい、でね、新規の方々ね、ここまで見てくださった新規、今日初めて見たんだけどなんだこの動画はって思った方もいらっしゃると思います。でここまで見てくださった方相当ね、なんだろう、優しい方だと思うので、言っときますが、僕らの動画はですね大体基本的に2人でやってまして、で他にこの動画以外はね大体、そのカメラマンの岩ちゃんと僕で、やってますんで、ぜひそちらをご覧いただければと思います。今日この動画はあんまりいいでしょなのでそちらご覧ください。僕のおすすめの動画はですねやっぱメントスコーラですかね。あれは面白いメントスコーラ面白いなと思うんですけど、はい、ここでメントスコーラバーンってやるっていうねやつだったりとか、まあふざけてるやつが面白いと思います。お酒なので、ウイスキーのレビューだったりとか、あとカクテルだったりとか、あとはリキュールのね紹介もしたりはしてるんですけど、まあふざけてるやつをぜひ見ていただきたい。というのは僕らってそのバーの敷居を下げるっていう、そのなんか誰でもバーに来ていいんだよっていうような、そんなイメージを皆さんに持ってほしくて、やってるチャンネルですので、まあなんていうかな、バーテンダーとかバーっていうとなんかちょっとかしこまって敷居が高くてちょっと一歩踏み込むのが、扉を開けるのが怖いなんて思いを持ってる方もいらっしゃると思うんですが、そんなことないんだよっていうところをなんとかこういろんな人に、多くの人に届けたいっていう思いがありますので、ぜひねそういう楽しい部分を見ていただければなって思います。最近見始めたって方もぜひ探って見てみてください。はい、そしていずれ、バーに行ってみたいななんて思ったらですね、ご近所のバーでもいいですし、もしくはちょっとまあうちこのお店近いんでしたら、ぜひね僕に会いに来ていただければと思います。一人ってなんだかねこれね、もう全然なんかたまにこうチラッと見ちゃうチラッと見ちゃういないみたいなリアクションないみたいなね、そんな感じでやっておりますが、どうだろう、どうなんのかな。まあ皆さん面白いんじゃないですか。なんかちょっとこうエンターテインメントドキュメンタリーみたいな感じで、ちょっと見ていただければなっていうふうに思ってます。はい、じゃあまた。YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。